死なないタコ萩原作太郎ある水族館の水槽で久しい間飢えたタコが飼われていた地下の薄暗い岩の陰で青ざめた針天井の光線がいつも悲しげに漂っていた誰も人々はその薄暗い水槽を忘れていたもう久しい以前に タコは死んだと思われていたそして腐った海水だけがほこりっぽい日差しの中でいつもガラス窓の層にたまっていたけれども動物は死ななかったタコは岩陰に隠れていたのだそして彼が目を覚ました時不幸な忘れられた層の中で幾日も幾日も 恐ろしい飢餓を忍ばねばならなかったどこにも餌食がなく食べ物が全くつけてしまった時彼は自分の足をもいで食ったまずその一本をそれから次の一本をそれから最後にそれがすっかりおしまいになった時今度は銅を裏返して内臓の一部を食い始めた少しずつ他の一部から一部へと 順々に、隠してタコは彼の体全体を食い尽くしてしまった外皮から脳髄から胃袋からどこもかしこも全て残るくまなく完全にある朝ふと番人がそこに来た時水槽の中は空っぽになっていた曇ったほこりっぽいガラスの中で藍色の透き通った塩水と なよなよした海藻とが動いていたそしてどこの岩の隅々にももはや生き物の姿は見えなかったタコは実際にすっかり消滅してしまったのであるけれどもタコは死ななかった彼が消えてしまった後ですらもなおかつ永遠にそこに生きていた古ぼけた空っぽの忘れられた水族館の層の中で 永遠に、おそらくは幾世紀の間を通じてあるものすごい欠乏と不満を持った人の目に見えない動物が生きていた。